パノラマサイト、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、ヤッコちゃん、やっていきましょうか。親友を生き返らせるには代償がいる。手にした呪いとどう向き合うべきか、整理がつかないままキロについた坂崎ヤッコ。クロスズミオを心配しながら一夜が明けた。生きてんのか、ミオさん。別ルートというか、選択肢によっては、ね、完全に死んでたけど。午前8時台。あ、ヤコちゃんおはよう。あれ？ヤコちゃん？おーい。ん？あれ？あ、起きた。あれ？朝？私。大丈夫？自分の名前わかってる？それはもちろん。コックリさんです。そう、私はコックリさん。コックリ、コックリ。ダメ。ダメダメ、寝ちゃダメ。まだ、夢見てるのかな？起きて。あ、はい。坂崎やっこです。よし。ああ、みおちゃん、そうだ。ゆうべありがとう。大丈夫だった？うん、生きてるよ。呪霊を払って、かしり主を突き止めることはできなかったけど、どうにか逃げ切った。強すぎる。この場合、生き残れば勝ち。ごめんね。危険に巻き込んで。私も明るくなったらすぐ起きて探しに行こうと思ってたんだけど、なんかすごく眠くて、いつ寝たのかもよく覚えてないよ。いいのいいの。あんなことがあったら消耗するだろうから仕方ない。それにヤッコちゃんが呪いに巻き込まれて、こっちが申し訳ないって思ってるから、そもそもそうさせないのが私の役目なのに。そうだ、ゆうべもそんなこと言ってたけど、ミオちゃんって一体何者なの？あ、そっか。実は私、幼い頃から霊感的なものをちょっとばかりたしなんでおりまして。たしなむっていうのか、それ。え、そんな華道とか茶道みたいに霊感を身につけるようなことあるの？ちょっと小さい時に色々あって。そっか。きっと大変だったんだね。うん。話すと長くなるから、詳しいことを置いといて。今は縁あって、ある霊能力者さんの弟子とか、女子的な感じのことをやっててね。昔から学校という場所は、感受性の高い青少年が集まるから、霊障が発生しやすい傾向があって。何か起こりそうな学校に派遣されて、未然に防ぐようなことをしてるわけなの。すごい、何それ。じゃあ学生やりながらそんな副業を？副業っていうのか、副業か。ああ、やってることは治安維持の補助だけど、修行の一環ってことで、バイト代も何もなく。そっか。大変そうだね。でもすごいな。なんか、悪霊に立ち向かっていく姿も様になってたもん。かっこいい。そう改めて言われると、なんかすごく恥ずかしくて、微妙だけど。そんなわけで、うちの学校周りで起こる霊的な問題は、一応私が解決しないといけないの。修行でそこまでやらされんのえぐいな。だからこの呪いの件ももう少し詳しく原因を追ってみるつもり。だけど、とりあえず学校行こうか。うん。そうだ、呪詛玉ある？夜が明けて霊力は弱まってるから私が預かれるかも。試してみようか。うん、持ってるけど。やっこちゃん？やっぱりダメなのかな？みちおちゃんを蘇らせるのは。私は賛成できない。夢のような秘術だけど、その代償が、他人の複数の命となると、さすがに。そりゃ、まあ、そうだけど。被害をなるべく出さないように、この呪いの儀式を終わらせる。それが今の私の立場で優先すべきことだから。でもごめん。この呪詛玉、やっぱり私が持っていてもいい？やっこちゃん。呪いは絶対に使わないって約束する。だけど、何か方法があるかもしれないから。最後まで可能性を放棄しちゃダメな気がして。呪いを収めるにしても、一緒に行く。手伝う。私の中で、みちおちゃんのことを、ちゃんと決着つけて、前に進むためにも。わかった。でも危険を感じたら、いつでも呪詛玉を渡してね。うん、
ありがとう、ミオちゃん。それじゃあ行こっか。危険を感じたらね。駄菓子、千の屋。本所の一角に店舗を構える昔馴染みの駄菓子屋。坂崎彩子の実家で彼女で三代目にあたる。休日は店場に立ち、もんじゃ焼きを焼いたり、めいごまやめんこで子供たちの相手をしたりする彩子の姿を見られる。駄菓子屋は子供向けの安価な菓子類を売る店のことだが、大半が個人経営の店であるため、その形式は様々で、菓子類以外にも飲食品や金物など日用品を販売するいわゆるよろずになっている店舗は珍しくなかった。多くの駄菓子屋は住居の土間を使って営業しており、店の奥にもんじゃ焼きを食べるスペースがあったり、店頭にゲーム筐体やカプセルトイを設置したりするケースも多く、子供たちの大事な社交場となっている。うちの近所の駄菓子屋もあれだな、ゲームとカプセルトイあったね。しかし高度経済成長期、多くの菓子製造業者が参入したことで、繁盛していた駄菓子屋もコンビニエンスストアの台頭や、子供たちの遊びや思考の変化によって徐々に衰退しつつあるのが実態である。まあね、最近はほとんどあれだもんね、スーパーの中にあるのが多くなってるもんね。駄菓子屋単体でやってるっていうのはなかなかな。まあそうか、人が死んでたから。あれ、騒がしいと思ったら学校の前に警察と人だかりが。何かあったのかな。警察ってことは何かあったんだろうね。ちょっと聞いてくる。うん、お願い。やばい。どうしたの。あのね、落ち着いて聞いて。今朝最初に出勤してきたが先生が発見したらしいんだけど。うん。校庭の真ん中で城之内先生が死んでたんだって。だから今日は臨時休校だって。しかもそれだけじゃなくて、私も朝のニュースとか見てなくて知らなかったんだけど、その他にもこの近くでいくつか変死体が見つかったって街中騒ぎになってるみたい。何それ、なんで、まさか呪いのせい。まだ詳しく聞いてないからわからないけど、今聞いた噂だと先生は校庭の真ん中で倒れていたのに、まるで高いところから落ちたように全身打撲の状態だったらしいから。何それ。死に方が不自然だし、タイミング的にもきっと呪いの可能性が高いと思う。夜のうちに誰かが呪いを使っていたってこと。そういうことになるね。怖っ軽いな。やっぱりこの呪いで人が死ぬんだ。誰かが使っちゃってるんだ。あまり大きな声出さないで。貸し主に聞かれたらバレちゃうよ。ごめん。城之内公平。明け方校庭で死亡した状態で発見される。この辺でもあれか、下は4だな。もうちょっと情報が欲しいけど、門は封鎖されて入れないね。裏口から忍び込めないかな。あれ、あそこにいるの奥田か。奥田瞳さんじゃない。本当だ、珍しい。あ、でも昨夜も学校には来てたのか。ジャワノチ先生のこときっと何か知ってるよね。話聞いてみよう。あ、待って、ミオちゃん。ふーん、じゃあ昨夜学校にいたのはあんたらだったってわけかい。だったら隠してても仕方ないね。クロス筋には仮って何奥田さんもなんか解決してんの私が知ってることなら話すよ。ありがとう。ミオちゃんに借りって。あ、うん、私が転入してすぐの時にちょっと会って、私の除霊ってのしてもらったんだよ。へえ、そんなことがあったんだ。万能すぎる。城之内の死、城之内先生のことは聞いた。聞くも何も
昨夜から知ってたよ。なんせあの線香が校庭でくたばるとこ見ちまったからな。え、現場を見てたの？教えて、先生に何があったの？私だってよくわかんねえよ、暗かったし。言えんのは夜中の3時台だったかな。あいつが突然逃げるように慌てて校庭に出てきて、でけえ声で、ひ、助けてくれ、許してくれ白石とか言って逃げ回ってた。え、白石、みちおちゃんのこと？校庭に他の人の姿は？私がいたところからは暗くてよく見えなかったけど、制服着たおさげ髪の女性とっぽい人影がちらっと見えた気がしたな。おさげ、その後確認してねえから気のせいかもしんないけど。で、それから僕は悪かった、何でもするみたいに命乞いをしてて。安い命乞いだな。その後誰に何をされた様子でもないのに、突然手足がボキッと折れて倒れて怖っ。え、何もされてないのに手足が倒れて動くなくなってからやばいと思って、私はすぐそこですぐに立ち去ったよ。そしたらそのままおだぼつだった。私が見たのはそんなとこだよ。そうだったんだ。でもさ、その話だとまるで、みちおちゃんが化けて出て、先生を追い詰めて、呪い殺したみたいじゃん。なこと知らねえよ。私は聞こえた通りに伝えただけだ。教室気になるけどな。今の話、警察には言った？言わないだろ。どう考えても疑われるの自分なのもんな。言ってねえし、言うつもりもねえな。あいつら信用できねえし、私がこんなすっとんきょうな話したって絶対信じねえよ。そっか。でも中には信用できる人だっていると思うけど。まあな、確かに一人おせっかいなポリがいたっちゃいたけど、そいつもついこの間死んじまったからな。あ、やっぱ信用できてんだな。そうなんだ。それは辛いね。こう、私に関わる奴が次々に死んでいくとさそうだな、そういえばそうだな。さすがに呪われてんのかなって思って嫌になるよな。そんなことないよ。奥田さんについていたのはそういう例じゃないから。そうなの？な、そういうのあんの？うん、だから不幸な偶然。それはそれで辛いけどね。あの先行の死について私が知ってんのはそんだけだよ。ねえ、ミオちゃん、私思ったんだけど。ん？話だけ聞いてるとね、なんか似てるよね、城之内先生の死に方と道代ちゃんの死に方って。もちろん直接は見てないけど、道代ちゃん高いところから落ちたように体が折れていたらしいから、もしかしたら同じ呪いで殺されたのかも。いや、でも白石さんが死んだ時まだ七不思議の呪いは現れていなかったはず。そうなんだよな。あと、コックリさんを信じるなら白石さんは事故死なんだよね。まあ、そっか。あの先行の死について私が知ってんのはそんだけだよ。除霊ってどんな感じ？奥田さん、なんか悪い霊に取り憑かれたりしてたの？私もそこら辺はよくわかんねえけど、とりあえずこいつのおかげで私に起きてた変な症状が収まったのは間違いねえよ。うん、霊的なものが生まれつき見えちゃう体質の人ってたまにいてね。そういう人は身の回りの人から理解を得られなくて孤立しがちなの。しかも見えてる人には霊が集まりやすいから。原因不明の頭痛、肩こり、めまい、幻聴、幻覚、あと意識の酩酊や記憶障害といった霊障も出るし、いろいろ辛かったと思う。そういうもんなんだ。やっぱりさ、霊に取り憑かれると人格を乗っ取られたりすることあるの？
その霊が親子とか兄弟とかものすごく波長の合う相手なら可能性はあるけど、普通は完全に乗っ取られるようなことはほとんど聞かないかな。その波長が合わないからこそ、さっき言った霊障とか体の不調を起こすわけだけど。じゃあテレビで見る高霊術とかはインチキなのか？下ろす霊に波長を合わせる能力を持ってるのがイタコさんとか高霊術師だから。でもテレビでやってるのは演出だけのやつもあるけどね。なるほどな。実際生前に強い霊感を持っていた霊とか、生前に関係が深かった人の霊だとしても、ついた相手を完全に操れるわけじゃないけどね。できるとしても当人の意思で行ってもおかしくない行動から特定の選択を促すことぐらいだと思う。でもそれだとさ、その行動を自分の意思でやったかどうかってわからなくない？だから自身では取り憑かれていることに、気づいていない場合も多いよ。記憶とか言動では霊の影響を受けることがあるかもしれない。そこは生前の関係が深いほど起こりやすい感じ。そっか、霊に取り憑かれるのもいろいろなんだな。奥田さんもずっと取り憑かれて苦労してたんだね。別に私がどんな目に遭ってようと何も変わんねえよ。霊が見える見えないだけの理由でこうなったわけでもねえしな。なんか強い子だね。でも見えちゃうのは自分のせいじゃないわけだし、それについては私もそうだから仕方ないところかな。あ、でもやっこちゃんも割と素質あるから信じて訓練すればきっと見えるようになるよ。素質か。あー、いや、遠慮しとく。除霊。こういうのもミオちゃんの仕事ってわけだね。ねえ、もうこいついきなりやられて除霊するとか言って勝手に何してくれてんだって思ったよ。あのままだったらさすがに張り倒してたかもしんねえぞ。そうなの？説明もなく、いきなり除霊かましちゃった？いきなり除霊かましちゃったってすごいな。いや、経験上どんなに説明しても分かってもらえないことが多くて。まあそうだろうな。まず結果を示してから説明するとみんな納得してくれるから。ああ、そうかもしれないね。はい、ここで一旦区切ろうか。次回またこの話続けて聞いていこう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。